浅沼稲次郎12月27日から1960年10月12日は、日本の政治家、東京文明村出身、日本社会党初期長、委員長歴任、巨大と大きな声で全国を精力的に遊説する姿から、演説白書、人間機関車の異名を取り、また、沼さんの愛称で親しまれた。しかし、1960年10月12日に、 日比谷公会堂で開催された三党首、立会演説会で演説中に、当時17歳の反響主義者少年山口に屋に、刺殺されるという事件により、非合の死を遂げた、三宅村上月地区の名主の諸子として生まれる。父が、東京府南葛飾郡砂村で、落農業をはじめ、稲次郎の母とは別の女性と再婚したのを機に、実子として認知され、引き取られた。 その後東を恐怖率3中に入学、一社になるという父の勧めを蹴り、大正7年に、早稲田大学予科に入学する。このことから、父とはしばらく絶縁状態となり、稲次郎は、友人の経営する文房具会社に参加して万年筆制作で孤高を、しのいだという、壮大在学中には雄弁会と恵まれた体格を活かして相撲部に在籍した。さらに想定部にも所属して、 レースにも出場し、大熊重信に体格の良さを褒められたと語っている。大正8年秋、大正デモクラー地域における代表的な学生運動団体である建設者同盟の結成に加わることにより、社会主義運動に飛び込み、同志たちと全国のおざく葬儀や労働葬儀を応援する日々を過ごした。また、軍部への協力を目的にした学生団体への抗議集会の際には、 自ら演説し運動部員や外部の右翼団体から殴る蹴るの暴行を受けたりもした。関東大震災発生時は群馬県で集会に参加しており慌てて東京に戻ったが農民運動者の建物に身を寄せていたところ兵士に捕まり騎兵連隊の映像に拘束され後市外や監獄に入れられて監視から態度が悪いと暴行を受けた。1923年に 早稲田大学政治経済学部を卒業した後も、浅沼は社会主義運動を続け、1925年には日本で最初の単一無産政党である農民労働党の初期長に26歳の若さで押された。しかし、この党は決闘からわずか1時間で政府の命令で解散させられた。1926年単一無産政党として、 労働農民党が結成されるが、間もなく、社会民衆党、日本労働党、労働農民党の3派に分裂した。浅沼は、日本労働党に参加した。1932年、分裂する無産政党を急合し、社会大衆党が結成されると、浅沼もこれに加わったが、この時浅沼は、初期長の麻生久志の人柄に浸水し、麻生が軍部との協力によって、 社会変革を目指そうという国家社会主義的な路線を打ち出すとこれを支持した。以後、浅沼は軍部による戦争政策の支持者となる。1933年に東京市会議員。1936年には衆議院議員選挙に初当選。1940年に斉藤隆夫衆議院議員が泥沼化する日中戦争に対して、 解決策を見出せないまま戦争を継続する政府、軍部の姿勢を批判した反軍演説を行ったとき、その除名にも賛成した。1940年に体制翼3回が発足すると、臨時選挙制度調査部副部長に就任した。しかし同年に麻生が急死、心の寄り所を失った浅沼の精神的苦痛は大きく、1942年の 総選挙での立候補も辞退し、国政から一時離れることになった。しかし、このことが戦後の公職追放を免れる理由ともなった。同じ年、東京市会議員選挙に立候補するが、関係の妨害にあい落選。東京に都政が敷かれて、最初の都議会議員選挙にも立候補し、当選して副議長に就任した。玉音放送は、深川の自宅アパートで聞いた。 1945年、日本社会党の結成に、再始、組織部長に就任した。中間派の指導者だった、川上上太郎、庭の樹相らが、公職から追放されたため、自然と浅沼が中間派の中心人物となった。1947年、初期長だった西尾末宏が、片山明内閣に入閣すると初期長代理となり、翌年には、正式に初期長となった。 九百四十九年の第二十四回衆議院議員総選挙で委員長の片山明が落選すると特別国会の首班指名で社会党は浅沼に投票した一時初期長を離れるが九百五十年に初期長に復帰した九百五十一年サンフランシスコ講和条約日米安全保障条約ともに反対の左派とともに賛成の右派が対立すると 浅沼は、講和条約賛成、安保条約反対の折衷案で、党内の対立をまとめようとするが、左右分裂を食い止めることができなかった。その後、右派社会党初期長となった浅沼は寝る間を惜しんで、全国の同志たちの応援に駆け回り、そのバイタリティから人間機関車の異名を取った。1955年に、社会党再統一が実現すると、初期長に就任する。 初期長という役職柄、党内で対立があると調整役に回って、まあまあとお互いをなだめる役割に徹したことから、まあまあ孤児などとも呼ばれた。また長年にわたって、初期長を務めてきた実績と、長年初期長を務めていながらトップである、委員長のポストが巡ってこない恐遇をかけて、万年初期長とも呼ばれた。1五十九年、訪中した中人民共和国の、 一つの中国論に賛同し、アメリカ帝国主義は日中両国人民の共同の敵と発言した。総攻は党内左派で浅沼が極左と呼んだ広沢健一に命じたものだった。特にアメリカ帝国主義を敵と名指しした発言は国内外に大きな波紋を広げた。自民党の福田竹はすかさず抗議連邦を打ち、浅沼の出現アピールに成功した。特に 帰国時に飛行機のタラップを中国の工人棒を着用して降りてきたことについては右翼はもちろん世論、党内の反発を受けた。ソネマスラからは今回の初期長の態度には同意できないとの主張がなされ、帰国後間もなく中日アメリカ大使、ダグラス・マッカーサー2世から出席されている。朝沼発言の背景としては、 満州事変以来日本は侵略戦争を行ってきたとの考え方に基づき、自身も政治家の一人として積極的に戦争に加担したことにより中国人に損害を与えた介護の念を表したのではないかとされている。また、朝鮮民主主義人民共和国から訪中していた高方比では、かつて日本にいたことがあり、さらに浅沼の選挙を手伝ったことがあった。 自体打開のために戦闘的な態度を取るべきだと浅沼らに主張した。総甲を作成した広沢は日中両国人民の共同の敵の敵は課題などより穏やかな単語も用意した。浅沼はその中から敵を選んだという。ただし、勝又誠一はアメリカ帝国主義は日中両国人民の共同の敵は中国側の長経和化の発言であり、浅沼はまあ、 そうですね、などと相槌を打ったのが真相だと主張している。1960年、西尾末広らが社会党を離党して、民主社会党を結成すると、鈴木も三郎委員長は辞任し、浅沼が公認の委員長に選ばれた。浅沼は安保闘争を前面に立って戦い、岸信介内閣を総辞職に追い込むが、安保条約の廃案を勝ち取ることはできなかった。 また民社党は続く1960年総選挙に、麻生久志の子で、浅沼も目をかけていた、麻生両方を、浅沼の対立候補として、東京一区に立てるといった、全面対決の姿勢を見せた。多摩霊園にある、浅生沼稲次郎の墓しかし、総選挙の前哨戦として、1960年10月12日に、日比谷公会堂で開催された、自民、社会、 民社三党市立会演説会に参加した浅沼は、演説中に突然壇上に上がってきた17歳の右翼少年山口に屋に腹部を刺され、非合の最後を遂げた。詳細は、浅沼稲次郎暗殺事件を、参照者回答は、浅沼の妻である浅沼京子を身代わり候補に立て、京子は当選した。一方、麻生両方は落選した。 浅沼は東京都江東区白川町の道順会アパートに30年間住み、家にいる時は団地の片隅の猫の額ほどの狭い庭で植木尻を良くした。特に東京下町の人気は絶大であり地元の労働者の集まる食堂で浅沼の悪口を言った新聞記者がその場から叩き出されたという公費がある。早稲田大学に入るまで陸軍幼年学校を2回。 陸軍士官学校を2回、海軍兵学校を4回受験して、不合格となっている。浅沼が、早稲田大学在学中、大正10年頃に襲来した台風で想定部の、帝国が浸水した際には自ら真っ先に駆けつけ、ボートを守ろうとしたという。京子との慣れ初めは、大正末から昭和に改元される頃で、当時社会主義運動に身を投じた浅沼らは、京子が働いていた。 喫茶店をたまり場としていた。結婚後も共済か、愛妻家として知られた。浅沼が視察されると、全国で暴挙を非難する抗議集会や抗議デモが行われ、集会に44万5千人、デモに37万人が参加したと言われている。浅沼に魅了されたマスコミ関係者も多く、浅沼の命日には、毎年、浅沼に、ゆかりのある記者たちが、一堂に会して、 浅沼の死をいたんだという、生前は、新聞記者から、正解ゴシップの素材が見当たらない時は浅沼を探せばいいと言われ、1日に5回、風呂に入ってくれといった、無理な要求にも起こらずに対応した、昭和天皇、皇室を敬愛していたことでも知られ、雑談中に昭和天皇を親揄する発言をした、新聞記者をいきなり怒鳴りつけたこともあるという、当該でも、 調整役として手腕を発揮し、うはながらも社協共闘を積極的に進めた。日本共産党関係者、支持者の間でも信頼が厚く、社協両党の関係を良好なものにしていた。10月18日、衆議院本会議で池田隼人首相が模章をつけて追悼演説を行った。私はこの議場に一つの空席をはっきりと認めるのであります。その人を相手に、 政策の論議を行おうと誓った公的主の席であります。かつて、ここから発せられる一つの声を、私は社会党の党大会に、またある時は大衆の戦闘に聞いたのであります。今、その人はなく、その声も止みました。私は誰に向かって論争を挑めばよいのでありましょうか。年を痛み、目的のために手段を選ばない風潮を今後絶対に許さないと宣言した。 この演説は、池田の城内がシーンとなる演説をという注文によって、主席秘書官で後に政治評論家となる伊藤正也が書いた。あの演説は5億円か10億円の値打ちがあった。と、池田は10回している。また、浅沼は愛犬家としても知られており、犬にまつわるエピソードも多かった。ディズニーアニメワンワン物語のラジオドラマ版では、 ブルドッグ役の声を当てるために1956年9月6日に、有楽町のラジオ、東京ホールにある録音スタジオで行われたアフレコに、声優として出演したことがある。その浅沼が自宅で飼っていた犬が死んだ時には、当時の自民党国会対策委員長の福永健次、民社党国会対策委員長のカ賀和幸が、浅沼を励ますべく、秋田県を送った、二郎と名付けられた。 この犬は、浅沼が刺殺された後、主人がいなくなったことを察したのか、何も食べなくなりごを、追うようにして死んだという、無類の格闘技好きであり、早稲田大学時代は、相撲部の副首相を務めた。また日本相撲協会運営審議会員に、移植されて務めていた。その縁で、日本プロレスリング創始者の力道山光弘と、親交があった。 また日本初のプロボクシング世界王者の白井義夫とは、遠石にあたり、白井が結婚した際には売借人を務めた。その巨漢に違わず食欲は、天下一品であった。早坂重蔵によれば、東京タイムズの記者として、浅沼の遊説に同行した際、記者団に用意されたカツ丼が、人数の倍も置かれており、これに気づいた、ある記者が、沼さん、他に大勢来るんですか と聞くと、すでに六十代だった浅沼が、え、君ら一つで足りるのかいと言い、カツ丼に杯、味噌汁、漬物を、おしげもなく平らげたという。浅沼を暗殺した山口与也は成長の家の思想の影響を受けていたとされるが、浅沼自身も成長の家の初代総裁である谷口正春の支持者であった。谷口は、生命の実装の産業者である。 鳩山一郎と、こう一体、成長の家は、社会党に反対しているわけでも、自民党に賛同しているわけでもないと述べていた。後輩の社会党委員長であり内閣総理大臣に、就任した村山富市は浅沼を、偉大な存在、社会党に骨を埋める決意をしたのは、浅沼さんとの出会いなどと深く尊敬している。故郷の三宅村上月にあった成果の跡が講演となっており、 右手を掲げたポーズの銅像が立っている。しかし、2000年からの小山噴火による有毒ガスの影響で、上半身の部分が変色している。また、公園自体も手入れがままならない状況となり、雑草が生い茂っている。社会民主党は、浅沼の胸像を本部に飾っていたが、2013年1月、社会文化会館から民間ビルに本部が引っ越した際、 胸像は2トンもある重量のために、ビルの底が抜ける恐れがあり、しばらく残されていた。台座部分を削り、一部材質を切り替えるなどして、重量を減らし、2013年5月、引っ越しが完了した。ありがとうございます。